脳トレひらがなシャッフルクイズ。制限時間は30秒、問題は10問です。問題の文字を並び替えて正しい言葉を考えてみましょう。第1問、文字を並び替えて正しい言葉を考えてみましょう。答えはくしゃみでした。第2問、文字を並び替えて正しい言葉を考えてみましょう。答えは果物でした。第3問、文字を並び替えて正しい言葉を考えてみましょう。答えはお稲荷さんでした。第4問、文字を並び替えて正しい言葉を考えてみましょう。答えはボクササイズでした。第5問、文字を並び替えて正しい言葉を考えてみましょう。答えはみたらし団子でした。第6問、文字を並び替えて正しい言葉を考えてみましょう。答えは大冒険でした。第7問、文字を並び替えて正しい言葉を考えてみましょう。
答えは離れ小島でした。第8問、文字を並び替えて正しい言葉を考えてみましょう。答えは水玉模様でした。第9問、文字を並び替えて正しい言葉を考えてみましょう。答えは水彩絵の具でした。第10問、文字を並び替えて正しい言葉を考えてみましょう。答えは応急手当でした。おまけの問題です。文字を並び替えて正しい言葉を考えてみましょう。答えはホールインワンでした。高評価よろしくお願いします。他のクイズにも挑戦してみてください。